ええー、まあ結局1万5千円ほどマイナスでした。やっぱりこういうのとかね、買っちゃうんですよね。十 <laughs> 何万,万とかつくやつ2千円とか500円とか。あの、で、やっぱね、競馬俺向いてないなと思いましたね。あの、で、あの、配信の時に見せた239っていうやつ、あれ風で飛んでたじゃないですか。あれ風で飛んでてね、今この手元見たらなかったんですけど、あの、 あの、239が来てたら5万いくらでプラスだったんですよ。3、4着、4分の3橋にさ、変わってればですけどね。まあ、でも、あの、予想、ね、サインバーゲンで予想に出てあげた回目で10点のうち、あの、硬ければこれだって言ったやつの一番最後、一応予想できてたんで、あの、なんとか、あの、鳥紙に終えることができました。その予想で上げた以上自分で買おうと思ってたんで。でもやっぱり、競馬って、こういう、 レースではでかい、えー、配当っていうのが、あのー、望めねえなーと思いましたね。あのー、高額うーロ。ロトで言えば高額当選のもう頭になっちゃってるんで自分の場合。やっぱり競馬向いてなくて俺ロトの方が向いてんなと思いましたね。あのー、東京大集展はやりますけど、ほぼほぼもう競馬っていうよりももうロトに力を入れていきたいなと思います。はい。東京大集展は以上やります。